今日なんとさんまさんのからくりテレビに出させていただきました1分ぐらいなんですけども今までのテレビの中ではいい方だと思います僕はからくりテレビね本当にね待ってたねあれはね小2の頃だったなあの頃はねよくオーディションいろんなところ受けてていろんなところいっぱい落ちてましたねその中で唯一受かったのがサんさんのからくりテレビで なんだろう企画はあのー、その画面なんかテレフォンボックスの中に入るとおじさんが出てきておじさんと会話するっていう番組の企画に出ましたけどもオンエアされませんでしたね僕は友達にみんなに話しましたね「出るから見てよ出るからマジで出るし」とか言って出ませんでしたねでもギャラは入ってましたギャラよりもオンエアしてほしかったっすね あれで僕の信用はガタ落ちでした。な、何より僕は学校ひ、学校転校してきたばっかりだったんで、一気に嘘つきもんでしたね。でも、今日で、許せるね。今日、おばちゃんに、ね、受けなかったから、今度おばちゃん受けできるように、

それ分かってください。決して株を買おうって思わないでください。まだ下がってんで。ぜひ今後とも PDS をよろしくお願いします。See you あこれパソコンで撮ってるから PDS 株式会社。